皆様こんばんは。 LJL2021 ウィーク3の模様をお送りしております。さあ、ただいまのゲーム7デトネーションフォーカスミー VS アクシズなんですが、デトネーションフォーカスミーが勝利を収めました。さあ、振り返りとしてブレイクダウンなど確認してまいりましょう。お願いします。はい、さあこのようになっておりますが、いかがですかね。まあ、久々のアリアの、まあ、キャリータイプのピックというところで、まあ、暴れましたね。ダメージにも現れてますが、そしてデトネーションフォーカスミー、まあ、ちょっとやられてしまうシーンもありましたけれども、はい、基本的にはやっぱりもう勝ったところからどんどんスノーボールしていって、まあ、非常に綺麗なゲーム展開だったなという感想ですね。はい、さあリールさんいかがですか。そうですね、先週までの4試合で見ると DFM 負けてはいないものので、特にオブジェクトは取れているものの大きなアドバンテージは作れきれていないよねっていうのが印象的だったんですが、今週の2試合はもう完全に序盤から主導権を握っているスノーボールというのがうまく機能しているなといった部分で、特に2試合目、先ほどのゲームでいうとちょっと動画見ながら振り返っていきたいんですが、アリア選手のローミングというのが久々に見れたなと。でこれまでの主要チャンピオンでいうとセラフィーンが2回、オリアナが2回、ティンステッドフェイト一度使ってはいるもののリキャップ選手を抑え込まれてしまったというのがこれまでの戦績、主要チャンピオンにはなっていたんですが、はい、ここに来て本格的にアリア選手がミッド主導権を取ってからエビ選手にそのアドバンテージをつなげていくと。でこれを行ったことによって、はい、当然トップの、エビ選手のレーンというのは主導権が握れる上にアリア選手にもきっちりゴールドが集まってくるといったところで、この形が出てくるとなると本格的に DFM が仕上がってきたと言えるのかなと思います、ね、なるほど。しかも今のシーンでホグレットが、ね、はい、持っていくのは本当にアリアの個人技ですよね。そうですね、こうなると本当にトップだけでなく、はい、ジャングル、ミッドまで上サイド全ての、ポジションで主導権を握れることになってしまうので、この選択肢出されると今後のチームちょっと辛いなっていうのが見えたゲームでしたね。もともと手札にあったはずなんですよ。むしろアリアは、まあ、こういうプレーをするプレイヤーだという印象の方が強かったので、それがむしろ今までなかった方が意外。そうなんですよ、うん、本当にそうで、ちょっとこうなってくるとエビ選手からゲームを作るしかないかなと思っていたのが、先週までのところで、今週ここの手札が出てきたというのは非常に対戦チームからすると厄介ですよね。なるほど、ウィーク4にあたって対策を立てるときに難しくなると。難しくなってくると思いますね。なるほど、ということでウィーク4も楽しみになってまいりました。さあ続きましてゲーム8アクシズ VS 戦国ゲーミングですが、まずはスターターから確認してまいりましょう。まずはアクシズのスターターです。トップハイノ、ジャングルホグレット、ミッドメグミン、 ADC ハニー、サポートネモとなっております。さあ続きまして戦国ゲーミングのスターターです。トップパズ、ジャングルクラッシュ、ミッドラムネ、 ADC ガンゴ、サポートエンティとなっております。さあそれではキャスター陣からの注目ポイントということで、ネモの安定感ということで、はい、やっぱりその新人でありながらそのネモ選手が、はい、そのプレーで見せているパフォーマンスが非常に良くてですね、はい、で結構チャンピオンもいろいろ使ってるんですけど、結構まあアリスターの印象が、まあ、先ほどの、ね、最後のシーンもあって強いかなという感じがするんですけれども、はいはいはい、この集団戦もそうですね。ここもスキルの打ち方がいいんですよね。ホグレット選手が近くにいるというのを分かった上でベルのエンゲージを本来であれば打ち落として相手のエンゲージを無効化するというのがアリスターの役割の中で、わざと食らったところから綺麗に反転していくと。しかもスキルの使うタイミングというのも非常に良くて、ベルに対して E のスタックを食べながらカイサに反転していくっていうのが非常に綺麗に決まったし、やはりホグレット選手のゲームメイクに、対してハニー選手にスーパーキャリーがいるのでボットサイドでのアクションが非常に今季アクション増えているという中で、その成功率の高さというのはネモ選手が支えているのかなというようなゲーム多いですね。ここはかなりのストロングポイントになってくるので、はい、取り上げはしたんですけど、ただ、さっきのゲームを見るとちょっと気になってくるのが、はい、そのホグレット選手がそのゲームメイクをするチャンピオンではない、チャンピオンの選択をしたんですよね、はい、まあ、グレイブスというチャンピオンを選択して、はい、まあ、グレイブス単体は確かに強いんですけれど、あのチャンピオンを使って相手にその、なんて言うんでしょう、
圧をかけるというか、ホグレツ選手の動きでゲームテンポを崩したりとか、自分たちの、立ちやすいポジションを取ったりとかっていうコントロールをするっていうのはかなり難しいんですよ、うん、でそれを粘棒と一緒に作り上げることによって今のそのアクシズの強さっていうのがあったと思ったので、はい、そこをちょっとなぜ避けたのかなっていうのが気になりましたね。いや少し思ったのが、この後の戦国戦に備えて手札隠した可能性もあるのかなっていうのは少し感じていて、うん、というのも戦国ゲーミングもボットサイドからのアクションが非常に強力なチーム、特に今週の1戦目でそれは証明された部分ありましたよね、はいはいはい、っていうのに対してアクシズも同じように次のゲームを狙ってくるんじゃないかと、うん、いう中で隠しているカードがあるからこそ DFM には使いたくなかったという部分ももしかしたらあるのかなと。なるほど。そうですね。あと多分、はい、メンタルの状況的には、はい、多分、先ほど負けてはしまいましたけど、多分全然悪くないのかなと思うのが、はい、結構そのアクシズインタビューの後話をしていたりとか、はい、さっきのその、まあ、最後、まあ、面白いシーンにはなっていたんですけれども、はい、まあ、負けが確定してしまった中でもちょっとそのなんて言うんでしょう、まあ、途方に暮れるではなくてちょっと、まあ、ゲームを楽しむっていう方向性に自分たちの中でその処理できているっていうのは全然悪くないことなんじゃないかなと。そうですね、うん、しかもまあ次のゲームもまだ今週残っているという中で、はい、落ち込むよりは明らかに状況としては良さそうですよね。なるほど。負けはしましたが諦めてなかったというところでこの後も期待ということですね。まあ、そうですね。次の切り替えっていうのはなんか全然できるメンタル状況なんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ続いては戦国ゲーミングですが、ゲーム内での柔軟性ということでこちらはその求められる部分っていうところの取り上げになってきますかね。そうなりますね。まあ、今回のその動画だとそのヘラルド、リフトヘラルドを巡った攻防のところでその成功している事例と、まあ失敗している事例を挙げてはいるんですけれど、ここやろうっていうそのまあ決め打ちのプレーだとは思うんですが、そこの中でゲーム状況と合わせながら実際にできるかできないかの判断のところをそのゲーム内ではどう変えていくのか、柔軟性を持てるかっていうのがちょっと不安になるような部分が、先週までを見ていると非常にヘラルドに対しては高い意識を持っているんだなというのは見て取れるものの、この後の動画で出て用意しましたね。そうですね、リリアのシーンですね。そうですね、ありますよね、はい、あるようにトップサイドでの主導権がなくなった時にも固執してしまったというシーンがあるんですが、ゲームの状況に合わせて柔軟にプランを修正していくっていう部分には一つ課題が残っているのかなと。ここですね。でまず状況として見るとしたら、ガンゴとエンティはボットネサイドにいる状況なんですね。でもここでタワープレートでボットレーンで有利が取れる状況が整っていて、それに対して CJ はカウンターでトップレーンサイドという状況なんですね、はい、でテレポートを使ってナップも寄ってきますと、もう確実にあここが渡してもいいなというところだと思うんですけど、ここでクラッシュが入っていってデッドしてしまう。客観的にはかなり無理をしていると、うん、何よりも CJ 側にトップサイドの、アドバンテージというのを一方的に取られている上でのプレーだっただけにちょっと決め打ちが過ぎたのかなっていうようなシーンでしたね。なるほど。だもうちょっと柔軟性を持って戦った方がいいんじゃないかという。そうですね。だからその、ね、まあ、インゲームリーダーといいますか、はい、そのコールの部分で舵取りをするところ の柔軟性が求められるというところなのかなと思いますね。なるほど。さあそれを踏まえまして両チームの注目選手でございます。アクシーズがネモ、そして戦国ゲーミングがクラッシュということですが、はい、ここは結構そのお互いの両チーム のアクションに関わっているところのプレイヤーになりますかね。そうですね。特にネモ選手が KP、キルカー擁立の部分で1位というのが本当にボットサイドからのアクションが多く、もしくは集団戦のところできっちり、勝っていっているチームの、特徴になっているのかなという部分で、はい、このネモ選手がどれだけファイトで存在感を出せるのかっていうのは非常に重要になってくるのに対して、やはりクラッシュ選手がどれだけゲームプランを遂行できるのか、もしくは修正できるのかというのが非常に重要になってくるかなと思います。あとはそのネモ選手の一番下 のビジョンスコア、はい、ゲーム、まあ、ゲーム前のビジョンスコアの平均値なんですけど、これがサポートの中で2位なんですよ、はい、新人の彼が、はい、っていうところは結構注目かなと。そのアクシズ の強さの、まあ、秘訣の一つといいますか、
新人ではあるんですけれども、今までこのクレストゲーミングアップの練習生としてしっかり使ってきたところが、こういうところで生きている数値なのかなっていうところでも今回挙げさせてもらいましたね。なるほど、この2人注目でございます。さあそれでは参りましょう。本日の最終戦でございます。ゲーム8アクシス VS 戦国ゲーミング、まもなくです。LGL2021 スプリングスピリットウィーク3ゲーム8、本日ラストゲームとなりますアクシズ VS 戦国ゲーミングの試合の模様をお届けいたします。実況を務めますアイズです。そして解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ依然として、まあ、結果こそ出ませんでしたけど調子のいいアクシズ、うん、そしてかなり調子を、まあ、上げたと本日、見られた戦国ゲーミングのマッチとなっております。この対決結構キーポイントいろいろありますけど、まあ、ネモーと、そしてクラッシュが上がったということになってますが、やはりアクシズはボットデュオが、まあ、キーレーンになるのかなという感じがしますよね。先ほど前回のところではハニー選手を取り上げさせていただいて、今回ネモー選手やはりボットデュオですよね。そこにホグレット選手がどういったチャンピオンを使って絡んでいくのかというのがポイントになるのかなと。グレイブス使い、先ほどの試合では使いましたけど、やっぱりちょっととオラフ、ウディア、タリアと比べた時の、パワー不足というのは否めないのかなという印象がありましたから、まあ、ホーレツ選手のピックにもちょっと注目かなと思いますね。タリアは渡してはいけないですからね。あーすごい。まあ、ジャングルバンが、ただ、ターゲットされてますけれども、ブルーサイドがアクシズ、レッドサイドが、戦国ゲーミング、サイドの選択権はアクシズが所有しており、ブルーサイド選択しております。スレッシュ、セラフィン、ナート、アクシズはバンしました。戦国ゲーミングはオラフ、ウリア、もう1体もジャングルになるでしょう。パンテオンどうしますかね。どうしますかね。結構ワン候補になってくると思いますけど、あとはカイサも気になりますか、はい、戦国としては。あ、タリア、パンテオン開きました。かなり OP チャンピオン開いてますね。おー、エイトロックス、まあそうですよね、レネクトン。そうですね、前回のそのアクシズレネクトンパーソピックして勝った試合だと、相の選手のレネクトンで勝っていくというよりも集団戦におけるレネクトンのパワーを評価しているというところでしたから、まあ、この試合も集団戦におけるレネクトンといったところをかなり期待しているということになりますね。なのでなんかその試合でやった戦い方というのはもうミッドボット主軸で戦っていくという内容でしたから、うん、まあ、そこに変化はなさそうですね。一方の戦国ゲーミング、やはりカイサを抑えて、そしてリリアを取っていきます。パンテオンではないんですね。おお、セナ、おお、あ、これはインファイトを望んでいくような形ですね、うん、カイサというチャンピオンの特徴として、アルティメットを使って敵のキャリーまで飛び込んでいって、キャリーをすぐさま倒していくという集団戦の形がとても得意なんですが、こういったその固めのチャンピオンを揃えられて飛び込む場所が見つけられないとなると、アルティメットが一つ無駄になってしまって、そしてフロントラインの削り合いということになると射程が特別長いわけではないので、ちょっと苦手としてるんですよね。ですから今回アクシズとしてはそういう形でカイサを後方に飛ばせないような陣形を作りながら、フロントラインの削り合いの勝負を挑んでいるのかなという感じしますね。ただそのフロントラインの削り合いという部分でサイオンというスーパータンクチャンピオンを取りました。ここ戦国ゲーミングいいドラフト組んでめてますね。あ、もうニヤニヤですね、レゴロさん。いや、ここいい、本当にいい選択だと思います。ここは例えば、はい、エイトロックスとか、カミールとかだと本当に難しかったと思いますけど、こういったタンクを選んだというのは非常にいい判断ですね。セナからちょっとやっぱり、まあ、DPS アタックスピードが若干速くはなりましたけど、それでもまだ足りないと言われるチャンピオンですからね、うん、となるとやはりサイオン倒すための DPS がアクシズ必要になってきますから、ミッドの選択がビクターかアジールの可能性は非常に高くなると思いますね。さあそしてセカンドバンフェーズ、まあレネクトン取ってますから当然ニダリをバンしつつという流れになっています。そしてルシアン・セトとバンしたのはアクシズ、最後の A 番でエリスを選択しました。戦国ゲーミング、レネクトンとの AP ジャングルの組み合わせというのを戦国ゲーミングはかなり警戒しているようですね。ノーチナスロックしました。
結構今そのレルにノーチラスを出すっていうのが流行ってるなんていうのを聞きましたけど、ここは僕もちょっと気になっていて、まあ、レルの W の入りに対してフックで後出しで対応できるというところが大きいのかなとも思うんですが、おお、面白い。サイラスとそしてノクターン、サイラスミットノクターンジャングルがまあオーソドックスですけれども、一応フレックスも可能です。結構でもレルに対して確かノーチラスが普通にあの勝率がいいというね情報もありますから、まあそのあたりちょっとこの試合で見れるのかもしれません。ただこうなるとちょっと DPS の少なさというのがそのアクシズの気になるポイントではありますけど、かなり気になりますね。こうなると、相手のキャリーラインを狙っていく構成にアクシズはちょっと切り替えてますね。飛び込んでいくことが得意な、まあ、ノクターン取りましたから、そうですよね、これはラムネは頑固狙いに行くと。ただ気になるのがメグミン選手がサイラスを先出ししたん、そうですですよね、はい、シンドラオープン、はい、アジルという選択肢もあった中で、はい、ここがどう出てくるのか。アルティメットがちょっと盗んでも使いづらいチャンピオンが多いのかなと。ノーチラスですかね、この敵のバックラインへ飛び込んでいくというところに合わせるのであれば、相手のノーチラスのアルティメットを奪って、ノクターンと共に入っていく、そしてそこをセナのアルティメットで、サポートしてもらいながらというような形ですね。あのちなみにリディアのアルティメットを取った場合って発動条件ってどんな感じになるんですか。やはり、確かリディアと同じようにマークがついくので、はい、アルティメットを盗んでからマークがつけられるようになるので、盗んでからスキルを当てないと。あ、じゃあさ、あの戦ってる最中にアルティメット使っても意味がない。そうなんですよね、しっかりと事前に盗んでからマークをつけるといったところをプロセスを踏まないといけないので、ちょっと使い勝手が悪いのかなという印象がありますね、本当に。じゃああれですね、サイオン、カイサ、ノーチラス、このあたりがまあ候補になってくると。そうなってきますね、そしてまあ面白いのが、まあ、フロントラインの削り合いっていう勝負を挑んでいく中で、サイオン取られてしまったのでバックライン飛び込んでいく構成に切り替えたというアクシズのこのドラフトの切り替えは非常に面白いと思いますね。ただ切り替え切れているのかというところですね。チーム全体のバランスを維持しながら180度変えるようなドラフトをしたんですが、それがどこまで効果的に行えているのかといったところはインゲームで確かめていきたいですね。まあ、5V はで何て言うんでしょうね、そのなるべく距離が近づいている状態でのファイトだと、こうカイサがこう裏に回ってハイニーを狙うような、集団戦ができると思うんですけど、ハニーがかなり遠くにいてアルティメットだけの援護っていう意識だと確かにアクシズはハマってるかなという印象ありますか。そうですね、ただやはりそのフロントからバックに飛び込んでいくというところの中で、メグミン選手、ホグレッツ選手は必ず飛び込めるんですよね、はい、ただアイノ選手とメグミン選手、そしてネモ選手の3名がそこに追いつけるのかといったところは、エンゲージのその始める瞬間のポジショニングというのがまあかなり繊細になってくると。あ と, まあ、あとはラムネ選手はね弾けますからね、なんて。そうなんですよね、さらにはラムネ選手が得意な診断を取っているともあって、連戦段階からラムネ選手が有利を取りやすいんですよね。確かにそういったところも含めると、かなりこうめぐみん選手に課せられているタスクを実行するのは結構難易度高いなみたいな印象がありますね。レーニングでもこれマッチアップ的にはシンドラが有利なんですよね。シンドラが有利ですね、というかサイラスが勝てるマッチアップはミッドレーンだとほぼ存在しないのでTF くらいですか。 TF 相手も TF の方が先にウェーブくらいできちゃったりするので、今はなんかきついイメージ、はい、やはり序盤のチャンピオンパワーはちょっとサイラス欠けていて、レイトゲームチャンピオンに設計が変わってきているので、そういったところも含めて、まあ、やはりめぐみ選手のレーニング、そして集団戦のパフォーマンスは注目になってくると思いますね。まあ、16レベルぐらいから本当に強くなってくるんですけどね、なんかおーっていう感覚はあるんです。あとロケットベルトのナーフもね、そうですね、サイラスなんかには影響しますよね。アイテムの選択は難しいのかなと思いますね。バックライン飛び込むということを考えると、ブリンクスキルが一つ手に入るロケットベルトが有効でもあるんですけど、
実装当初あれ 85%、 75%、 80% ありましたね、はい、MS の上昇が 80%、 それが気づけば 50% になり 30% になり半分以下ですね。やりすぎだってね、あの思ってたらやっぱ案の定っていう感じはありましたけど、まあ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 、まあ選択どうなるかですね。まあサスティン型のリフトメーカーも納付されてますし、そうですね、そのミシックアイテムを何を選択するのかといったところは一つポイントになるのと、あとはやはりそのここまでハニー選手が集団戦の DPS だ、 DPS をキャリーするという構成の中で切り替えてきて、そうですね、まあ、セナ AD ビルドとはいえ DPS は低いビルドですから、こうアクシズというチームの一つアイデンティティになりかけてなってのかなと思ったボットデュオが、まあ、どうなるのかも楽しみですね、はい、さあそれでは皆様お待たせいたしました、もう間もなく試合スタートです。さあ始まりました LGL2021 スプリングスプリットウィーク3ゲーム8、アクシズ VS 戦国ゲーミングの試合スタートです。さあまずはキーストン、まあ、結構一般的な、そうですね、ただちょっと気になるのがラムネ選手が強まる嵐を選択しているので、ああ本当ですね、レートゲームを見てるのかなという感じがしますね。序盤より取るんだったらやっぱり追い火の方が、そうですね、ただもしくは追い火なしでも勝てるという自信があるのかもしれませんけどね。ああはい、うん、そして、まあ、このミッドレーンの有利からクラッシュ選手が、まあ、全てのレーンにガンクいけるので、そういったところでやはりクラッシュ選手の序盤の動きといったところは重要になってきますね。さあ AI の Who Will Win では戦国ゲーミングが 53%、 アクシスは 47% となっています。さあまずは序盤、アフターショックを生かしてのダメージトレードは戦国ゲーミングが勝ちました。パワースパイクでは10分あたりではアクシスですけれども、ちょっとそれ以外で勝てる場所はないよという、ただまあ瞬間瞬間 50% に近づくタイミングがあるというのは面白いですが、まあ、ただトータルでいうとレートゲームは戦国ゲーミングの方が有利という予測のようですね。ちなみに今セナってやっぱりクラーケンからグインソーのビルドが主軸というか、それ以外はないですかね。そうですね、それ以外の選択は AD ビルドはないですね。レベル2、やはりその、まあ、調整によってクラーケンスレアが Q にも乗るようになったので、Q で消費あスタックが溜まるようになったので、オート Q オートでクラーケンスレアの確定ダメージが乗るというのがまず大きいのと、あと、まあ、グインソーなんですけど、はい、セナにとってクリティカルダメージっていうのが他のチャンピオンは 175% なんですけど、セナは 130% のクリティカルダメージしか入らないの で、クリティカルっていうスタッツをグインソーでフィジカルダメージに変換した方が効率がいいというところでグインソーが選択されてますね。でもあのセナのパッシブの特徴ってクリティカルが 100% 超えた場合、そのクリティカル率がライフスティールに変換されますよっていうのが、まあ、セナの特徴じゃないですか。そうですね、そのライフスティールは一つももらえないんですよね。そうですね、ただまあ、やはり Q で指示に撮影がありますし、あと AD セナの場合だとやはりその魂の溜まる率といったところペースというのがあまり速いわけではないので、そういったところもあってあまり無駄にならないのかなという感じですね。さあちょっと愛のヒヤッとするシーンではありましたが、ジャンブラーはクラッシュボットサイドです。これがアクシズとしては情報を持っていますので、レーンを強気にプッシュしています。これに対してホグレットどういったアクションを出すでしょうか。お、カウンター狙ってますか。あ、先手取りますか。先手を取りましたね。いや、ただメグミンとちょっと合っていないか。ここでクラッシュのポジションが移ります。お互いレーンプッシュ、ただクラッシュがいいダメージを与えていく。やはり序盤のレーンフェーズのところでしっかりとラムネ選手がウェブの主導権を握って、もうすでに CS は作り出してますね。
マナがほとんどないように見えますが、まあ、これがかなり一般的なシンドラのレーニングになっています。ネモの仕掛け、スタンからそこにエンティが介入、逃すことはない。ただここもハニーのダメージを気にしてガンゴ下がります。こうやってでも見るとダメージ取れると勝ちますね。勝ちますね。やはりあとはカイサーとのシナジーが能力差ありますから、 CC を敵に与えることによってカイサーのマークを、付与させて、そしてカイサーによる追加ダメージといったところのダメージの増加もありますから。いや、ただハニーが強い。その単純なハラスレーンとなるとハラスのレンジはセナの方が長いといったところがありますから、オールインを戦後ゲーミングとしては狙わない限りはボットの主導権といったところは取りづらいという形になってますね。そういう意味で先ほどのファイトのところでエンティ選手がイグナイトを使って勝ちに行ったんですけど、うまくかわしたハニー選手、ネモ選手はこの動きによってボットの有利というのがまあ、ほぼ確定したのかなという感じですね。さあ、そうなるとドラゴンというのもちょっと見えてきますが、まあ互いにそれでもまだジャングラーとしてはファームタイミング、アイノはすでにテレポートを使用しました。これでパズもテレポートを使用するでしょう。なんなら使用しなくてもいいまでありそうですが、どうしますかね。先ほどの使用しましたね。その1試合目、まあ、戦国ゲーミングにとっての今日の1試合目の試合でもパズ選手がトップレーンで有利作っていたんですけど、テレポート温存して歩いてレーンに戻った結果、ちょっと CS は作られてしまったんですよね。はいはい、ありましたね。そういったところもあってそこどうするのかなと思ったんですけど、この試合はいや激しいダメージトレードです。ただもうすでにブランブルベストができています。おお、ドラゴンに触ったのは戦国ゲーミング。レベルアドバンテージから選手があるので、そこを生かしての動きになりますね。そしてホグレットはレベル6をこう急いでスカトルを取りに行っています。ファーストドラゴンはマウンテンドレイク、獲得したのは戦国ゲーミングです。これを取ってホグレットがレベル6、ただワードに移ります。移ったことも自身は分かってますね。まあ、アクシーズというここまでのチームの流れから考えると、アルティメットはボットに使うという可能性は高そうですが、おそして7分段階でレッドバフへのカウンタージャングルといったところを警戒してエンティ選手がトップサイド入ってましたね。かなりやはりホグレス選手にアドバンテージを握られることを警戒してますね。トップレーンのカウンターではなくて本当にジャングルカバーでしたね。そしてネモーはミッドからボットにかけての視界、ただここもエンティは譲る気はありません。コントロールワードを持っています。まあ、ここ取ってくれるか取ってくれないかで、まあ、ミッドの主導権というのはずっと変わりますからね。変わりますね。ここはやはりエンティ選手としてはシンドラがミッドの主導権握っているので、リバーミッドレーンからボットレーンのリバーの通路のところの相手のワードが置かれているかどうかのチェックといったところは必ず行いますね。ネモとしてもやはり強気のワーディングというわけにはいけませんでした。自陣のジャングルの入り口内。さあ、ただここからノクターンですから、クラッシュがどれだけカウンターできるかも重要になりそうです。苦しいながらもこういった形でラプターのポジションにアクシズワードを受けているのはいいですね。ラムネ選手はミッドレーンで勝ってはいるんですけど、サイドに対してちょっとまだ動けてないので、ここをどう考えるかですね。そしてリフトヘラルドタイミング、ガンゴはかなり早めに寄ってきました。お、歩いて寄りますか。さあ、戦国ゲーミング全員が寄っています。これが今視界としてアクシーズに情報が入りました。アクシーズはすぐさま下がります。ボットレーンにハニーが未だにレーンに移っています。これは戦国ゲーミングリフトヘラルド取れそうですが、セナのアルティメットが射程無限とはいえトップサイド戦うという選択肢は取らなさそうですね。トップレーンでもそうですね、アイノの合流をパズがしっかり防いでいます。さあ、このリフトヘラルド、それでも遅れてホグレットが向かう。さあ、当然フック、ただパラノイアから仕掛けていくワンバイワンの勝負ではありますが、ここはフラッシュアウトしたのはクラッシュ。さあ、その後の集団戦、なんとリフトヘラルドスティール成功。アクシーズ瞳を拾った、ただ子守歌が入ってフラッシーン。いやー、パズのアルティメットでノックアップ、ファーストブラッド獲得はガンゴです。ここはおっとフラッシュイン、キルラインだぞ。フラッシュアウトしたパズ、
届くかいの、いやちょっと届きませんでした。いやパズ選手はフラッシュ使わなければデッドでしたね。これこの種はここはヒットしません。ただそれを見てパズはあーリコールしなくてもいいと。いやウェーブのコントロール取れるというのは大きいですね。クラッシュこれはナイスカバー。ただヘラルド渡さなかったのは大きいですね。なんといっても先ほどからそうなんですがラムネ選手がミッドなので完全に主導権を握っている。でミッドでヘラルドを栄称してミッドのファーストターを早々に破壊して敵のジャングルラプターのポジションを抑えればホブレット選手のジャングルのルートが常に分かるというような展開が戦後ゲーム狙ってたはずなんですよ。ただここで強引にホブレット選手が自分が倒されることも想定した上でヘラルドに対して入ったスティールも成功させたことによって戦後ゲーミングのスノーボールが遅れるんですよね。これファーストブラッドこそ戦後ゲーミングに入ったんですがその後の展開予想される展開との差し引きを考えると悪くない交換になっていると思いますね。そしてハニーがタワープレート2枚獲得ですからここにさらにリフトヘラルドを流せば結構セナのそのパワースパイクというのは早めることができます。戦国としてはこうなるとちょっとドラゴンをテンポよく取っていきたいと。そうなりますね。いう気持ちはあるでしょう。今回は、まあ、クラウドソウルかオーシャンソウルかどちらかは分からないですが、まあ、ただやはりオーシャンソウルになったことの時の場合のことも考えて、うん、今早々に抑えたいですね。さらには、まあ、戦国ゲーミング決してパースパイクがそのまあ後半まで続かないわけもないですから。確かにそうですね。特にカイサがスケーリングいいですからね。はい、サヤもいますしね。そういったキャリーラインも揃ってますから早めにドラゴンを抑えてしまって状況に合わせてこう駆け引きしていく。駆け引きの強さは今日の試合見せてましたからね。さあボットの仕掛けコロコロの種当たらずパラノイアでホグレットすぐさまカウンターフィアが入って合わせていくのはメモノックアップが入って全くエンティ動けないがそれでも耐えようとしています。なんとかダメージが入ってハニーに1キロ獲得11トレードになっていて裏に入っていくのはガンゴホグレットにフォーカスを合わせてはいますがすぐさまカバーしたのはメグミンダブルキル獲得したのはハニーです。ラムネがフラッシュオートアタックでなんとか1キル回収成功。フラッシュは増量を使いますがこれで合計でキル獲得はアクシズ3キル取れるかフラッシュイン。いやー闇の波動でナイスディスエンゲージ。いやー今のラムネ選手冷静でしたね。素晴らしい。今のはもうハニー選手にフラッシュ使わせるためにあえて E を残してましたね。ボットレーンでの激しい攻防でした。いやー今のノクターン取れてよかったですね。ノクターン生き残ってたらボットでヘルド栄称されて大変なことになってましたね。なってましたからね。よく取りましたね。さあリプレイです。まあ、互いのミッドレーナーまで介入しての集団戦でした。このところでコロコロの種を避けたのが大きかったですね。これを避けたことによってリディアのアルティメットがちょっと遅れてしまってエンディ選手がタンクした分というのが、まあ、無効化されてしまったと。そしてここからのガンゴ選手へのフォーカス一気に切り替えていく判断が見事でしたね。もうね、これ連戦で苦しんでいためぐみ選手にキルが入ったというのも戦後ゲームとしてはちょっと考えなきゃいけないポイントかもしれないですね。さあただドラゴン獲得したのは戦国ゲーミング。そしてオーシャンソウルですね。かなり、まあ、戦国ゲーミングからするとありがたい、うん、ドラゴンになりました。リフトヘラルドはボットレインへ。ただタワーにはつながりません。ただもうクラーケンスレイヤーができましたね。ただ一方でクラーケン選手がもうすでにゾーニャできてるんですよね。そうですね。そこでさらにこの後はんどうやら、まあ、ライアンドリのクモに行くようですから、まあ、ダメージビルドといったところでジャングラーの装備差というのは結構大きなものになってますね。まあちょっとコアアイテムとレジェンダリーアイテムでは金額差もね。そうですね、はい、ありますからどうしても。ただまあやはりそのリディアにとってゾーニャーというアイテムが本当に強いアイテムなのでこれで集団戦のパフォーマンスというのはかなり上がってますね。ああでもゴアドリンカーアイノが完成。おしかもテレポート使いますかこのタイミング。となるとトップでヘラルドファイトですか。まあそれ以外アクションとしてはまあアクシスとしては苦しいと、うん、そうなると思いますけどね。あとあこの時間帯まだレベル10本当にサイドスパースパイク迎えてないんですけどファームイーブンで、うん、1キル0デッド1アシスト非常にイメグミ選手順調ですね。
あー、そしてタワープレート戦国ゲーミング、トップレーン1枚割れてますけどゴールドは獲得ならず、アクシズは640ゴールド獲得です。あ、そしてシンドラはルーデンテンペストを選択するプレイヤーが多いんですけど、今回ラムネ選手はジャイアンドリの苦悶でちょっとレイトゲーム、うん、のところでアイノ選手やネモ選手にダメージを通すことを考えてますね。結局ゴアトリとあのコテのタンクビルドプレイヤーにどれだけダメージ入れるかと、うん、序盤のスノーボールを考えるとルーデンテンペストから得られるフラットの魔法防御貫通、うん、ミシックボーナスもそれですから、それが非常に強いんですけど、そこを捨ててまでですからね。さあ、そしてリフトヘラルドでのまずは視界を取るためのファイトです。これはめぐみ選手テレポートはあります。さあ、アイノ寄ってきた、パズは姿を隠している。ここでワードに移ります。ではネモを寄って、ハニー寄って、さらにはテレポートでめぐみ、パラノイアからテレポートを隠すような動き。ここはゾーニャを使って一旦時間を稼ぎます。いや、ただ囲い込んだのはアクシズ、陣形が非常にいい。導入したのも入って、1キル獲得、2キル獲得したのはアクシズです。時間を稼いでるのはパズ、ここにハニーがガンゴと 1V1 を、いや申し出ますがダメージは足りています。ただその後の集団戦、いやこれはうまくクラッシュがカバーした。そしてパズがなんとトリプルキル獲得。これでクワドラ、まさかサイオンペンタがあるんでしょうか。さすがにアイノ選手が許さない。ノックアップが入ってレッドバフがあるぞ。悪劇パンチ、シールド付与、どっちだ、どっちがエースを取る、どっちだ、アイノが勝ちました。ペンタならずです。まだチャンスはありますがタワーした。これは戦闘の形としてはアクシズが素晴らしかったんですけど、よくハニー選手に対してガンゴ選手入りましたね。このアルティメットのオールインの判断がアクシズ有利の集団戦の形をぐっと戻して、引き分けに近いような形で集団戦を終わらせましたね。これリプレイ、いやノクターンのアルティメットからエンゲージすることによって視界が全くない中での対応させましたから、これだけでアクシズは有利作れましたね。ただここでガンゴ選手が入ったことによって、そしてそれにパズ選手も合わせると、この2人の連携で集団戦の有利を強引に取り返しました。素晴らしい判断ですね。いやちょっとペンタ見たいという気持ちもありましたけど、今日は本当にクワドが多いですね。多いですね。まあでも全部 ADC だったんですけどね。そうですね、まあタンク同士の殴り合いだ。ここでアクシズからすると、うん、相手のタンクが育ったので DPS がちょっと足りない構成ですから、本当に後方を狙うしかなくなりましたね。あ、さあその後衛をどう狙うか。でもゲールフォースを選択しましたし、おー、パズのダメージ5000ですよ。ほぼスキル全て当ててましたしね。まあというかこれ、まあ、ガンゴがタンクしてくれたからというのもありそうですね。そうですね。さあ、そしてエンティの方からコモリウサをもちろん栄翔クラッシュ追撃していく。さらにはモルクの本流でネモも狙っているのは三国ゲーミングではありますが、アクシズすぐさまグループアップで対応。物資の中めっちゃ上に行った。いやー、なんでしょう、かなり飛びました。あとリフトヘラルドが降ってきましたか。エンティが上に飛んだと思ったらリフトヘラルドが降りてきましたね今ね。あとあのそのままエンティ選手が焦点しちゃいましたね。ちょっと今我々はあの衝撃の映像を見た可能性がちょっとありますけれども、いや、笑っちゃいますね、ちょっとリプレイ見たいですよね、これね、はい、リプレイ見たいですね、何が起こったのか、なんかふわっとエンティ選手が、そうなんですよね、なんでしょうね、なんかイメージだと、あのクレットからなんか降りたみたいな、うん、でそのまま降りずに上に行っちゃったみたいな。だからここまず捕まえた判断非常に良かったですよね。レネクトンボートサイドいますし、それでクラス選手のアルティメットを生かして捕まえるんですけど、ここハニー選手のセナの回復で助かったと。で問題はここからなんかもうすでにリフトヘラドっぽい。ん、おーおーおーおお、デッドする体力でしたかね。おおお、リフト、あ、ん、あ、でもノー落ちらせですね。なんかちょっと草むらにかぶっているので、ヘ
ヘラルドっぽく見えただけですか。はい、ぽい。ただこれでも多分あれですよね、ノーチラスのアルティメットを、はい、メグミン選手が打って最後ノーチラスにヒットしてノックアップの判定が天井高くなったのだと思いますね。そして、まあ、アフターショックやダブルのシールドが切れていたので、うん、その盗んだノーチラスのアルティメットでデッドしたというところだと思いますが、ちょっとあまりにも高く飛んだので、詳細はよく分かりませんね。困りましたね、うんうんうんっていう。久々に見ますね、やっぱり時々あるんですね、リーグオブレジェンドとサマーナーディフトの空高く飛ぶ瞬間が。そうですね、大体あの原因はアリスターだったんですけどね。そうなんですけどね、まさかノージアスのアルティメットで久々ですね、うん、さあということで、まあ、今ね一体何が起こったのかというのをね、うん、多分調べているという段階になるでしょうから。いやただ、最初 そのリリアのアルティメットを使ってノックタウンを取りに行こうとしたんですけど、はい、倒しきれなかった。そうですね、ちょっと気になりましたね。あそこでセナの回復のサポート能力の高さっていうのが伺えましたし、ああいったところ、しかもリリアのアルティメット集団戦、ドラゴンファイトで強いリリアのアルティメットを使ってまで取りに行ったにもかかわらず取れなかったといったところは、ちょっと戦後ゲーミング仕掛け方を考えなきゃいけないのかなという感じがしましたね。あと結構逃げるの想定して打ちましたもんね、ここまで言うと、もう追撃も想定してっていう。本当に、まあ、相手に奥逃げられても対応できるというような組み方だったんですけど、やはりちょっと相手のタワー近くでもあったので、まあ、カイサーがアルティメットで追撃できなかったというのが大きかったですね。あ、確かに、まあ、カイサーのアルティメットがあればアルティメット打って入っていけば多分倒すことはできたと思うんですけど、カウンターでガンゴ選手がやられちゃうというような形でもあったので、捕まえるポジションがちょっと深すぎたのかなという感じもしましたね。フラッシュだけでちょっとなんか抑えててもよかった場面でもあったと。ただまあそのアグレッシブな戦国ゲーミングの部分といったところが今のシーンも出てたと思うので、まあ、チームとしてはまあこのシーンはうまくいかなかったかもしれないですけど、こういった傾向とにかく仕掛けていくと敵捕まえていくといったところは、まあ、精度を上げながら続けていくポイントなのかなと思いますね。まあ、確かにノーチラスシンドラっていれば1キル拾うのはイージーというか、まあ、非常にそういったのに特化しているチャンピオンですからね。まあ、確かにそうですね、ここにシンドラもそういったチャンピオンのだけに、もしそこにシンドラがいればみたいなところはちょっとあったのかもしれませんけど。そうですね、ただ開始の時にミッドレーンのポジションを取っていて、で、まあ、エンティ選手とクラッシュ選手、リディアとノーチラスはこのレッドバフのブッシュのところに隠れていたのでちょっと距離があって、あ、確かに、でその距離の間にちょうどそのネモ選手ですかが割り込むような形で、はい、集団戦入っていったので最短の距離を突き切れなかったというのもありますね。いや、まあ、空は確かに飛びましたからね。綺麗に飛びましたね。はい、本当に綺麗に飛びましたね。我々が多分見たのはあれですかね、オールスター、はい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 、以来ですかね、ですかね、高い高いしたのなかなか珍しい、アリスターで見なくなったのでもう見ないかなと思ったんですけど、ね、アリスターか大体あとドラゴンですよね。そうですね、ドラゴンでしたね、ドラゴン、あとバロンの打ち上げのやつも、ね、あ、はいはいはい、ありましたけども、さあもう、ちょっとねお時間かかるかも、知れませんけれどもお持ちいただければと思います。でもアクシーズの仕掛け面白かったです、本当に。パラノイアで視界を潰してテレポートがどこから来るか分かんないよっていう、やはりノクターンのアルティメットの強さってそこですよね。味方はテレポートできるけども敵はテレポートが使えないと、うん、まあ、サッシを買えばサッシを使ってからテレポートできたり、あとバンシーを買えば暗闇のやつがバンシーで消えるので、あれデバフなんですよね。そうなんですよ、デバフなんですよね。なのでサッシや、まあ、バンシーといった選択、あとは、まあ、ナイトエッジですか、あ、はい、といった選択もあるんですけど、まあ、パーズ選手からすると買えない。うん、ラムネ選手がまあもしかしたらバンシーを買うかもしれないかなぐらいではありますけどね。いや、バンシー買うんだったらゾーニャ欲しくないですか。ゾーニャ欲しいですね、この構成。ノクターン対策でゾーニャが欲しいですね。だからそういったところでかなり結構練られた構成なのかなという感じしますよね。
ノクターンウルとレール、そしてレポーターのアドバンテージ、さらには、レルのアルティメットで集まったところに対してほぼ必ずと言っていいほどセナのアルティメットを重ねてるんですよね、はいはい、というところそのレルのアルティメットの有効活用というのが本当にさまざまなシーンで増えてきて、オリアナがやっぱりこ、先週 DFM は素晴らしかったですけど、世界的に見るとランブルなんかもあなるほどあうまく合わせたりしますね。そういったところの AOE の強い集団戦向けのアルティメットとレルを組み合わせるといったところ、結構今後さまざまなチャンピオンとのシナジーが開発されそうな感じがしますね。でもノクターンって逆ですよね、アルティメットノクターンはあのレルとのシナジーっていうか、ノクターンってアルティメット使うじゃないですか、ビルド次第では1対1はノクターンが勝つじゃないですか、だからそれが怖いから集まるわけですよね。結局なんかキーが逆ですよね。 今のところこうレルが何かやってそこに合わせるじゃないですか、うん、ノクタンがやってレルが合わせるですからね。そうなんですよね、まあ、ちょっとただそれでも一応ちゃんと分けていって、リディアに仕掛けるノクタンとそこをカバーしようとする他の戦国ゲーミングのメンバーをネモ選手レルが止めるみたいな、そういった形が多分理想だと思うんですよね。でリディアは 1v1 で勝ってもらってノクターンに勝ってもらってでレルの方向に、セナのアルティメットを重ねるみたいな、勝ってもらって勝ってもらって、まあ、そこはやはり、リーサルテンポ積んでますし、あ、まあ確かに、赤月選択しているノクターンはやはり 1v1 強いですから、はいはい、そこあゴアトリですね。ゴアトリ、あゴアトリでしたか、はい、ゴアトリを今選択しますね。となるとまあ、レルのアルティメットを集めているところコアトリ打ってっていう可能性もありますけど、あ確かにそれいいかもしれないですね。さあ今少し情報が入ってまいりましたのでお伝えいたしますが、どうやらですねサイラスが、コピーした、ノーチラスのアルティメットですね。これで打ち上がり表示的には画面外に、我々が見てる画面でそうですね、画面外に行ったが打ち上がったと同時に、セナのオートアタックと、サイラスのウルトの、ダメージが、同時に入ってデッドしているので、そのまま、このまま続行するということのようです。なので空中打ち上がってる最中に、まあ、デッドしたのでちょっと画面外に行っちゃったよっていう病気のようで、特に、試合に影響するということでは、ないという運営の、情報が入ってまいりました。まあ、何にせよ良かったです ね、 そうですね、とりあえずは、はい、安心したというか、だからなんか垣間見えましたね、ノックアップ中にやられたらこういうケースがあるんだけどあとやっぱりサイラスやノーチラスがちょっと久々でもあったので、あ確かにそういったところもあったのかもしれませんが、まあニューパッチですから今週から確かにいろいろあるのかもしれないですねでもパッチが新しくなったことでやっぱり新しいチャンピオンが出てきましたよね、種類が増えたというか、ね、そうですね、本当にサイラス想定なんかびっくりしましたし、うん、レル対策のノーチラスといったところでやはりこう先ほど有田選手なんかは出るチャンピオンあんま変わんないねみたいなインタビューありましたけど、やはりこう研究が進むことによってさまざまなチャンピオンがこれいけるんじゃない、対策できるんじゃないみたいな形で出てくるというのが、やはり面白い部分ですよね。ベインも出てきましたし、うん、サミーラ、カイサに対するカウンター、トリスターナもいち早くハニー選手が使ったりしますしね。さあ現在ですね17分50秒というところになっています。まあ、ゴールド的には、アクシーズが有利を築いてはいますが、まあ、戦国ゲーミングが、物資の中からうまく仕掛けて、そして、まあ、天国の方に飛んでいってしまったので今ちょっとストップしているというところではございますけれども、このまま、試合は続行するということですので、まあ、準備でき次第、リスタート、すると思いますので皆様お待ちいただければなと思いますが、ただそのどうなんですか、レット的にも、アクシーズまず序盤は作ったじゃないですか、レートパワーもあるんですかこの構成は。そうですね、まあ、やはりノクターンというチャンピオンの賞味期限が、うん、まあ短いというのもガーディアンエンジェルやゾーニャといったアイテムに対策されやすいので、相手のアイテムが揃えば揃うほどちょっと苦しくなっている傾向にあります。さらには、まあ、相手にサイオンがいるということを考え、なおかつ DPS がちょっと後半足りない構成であることを考えると、はい、レイトゲームのパワーでいうと戦国ゲーミングの方がアクシスよりも上になっていると思います。ね、じゃあここから結構畳みかけていかないといけないのはアクシスサイドと。そうなっていると思いますね。ですからここの、まあ、集団戦のファイトを勝ってでそこから次のオブジェクトに広げていくという動きが必要になってきますね。
だそうなると先ほどの戦国ゲーミングが本当に1キル取ってれば結構展開的に大きく動くような局面だっただけに、うん、結構ターニングポイントになっていた可能性は非常に高いかなと思いますね、うん、先ほどのところでキル取れれば試合時間伸びるの確定するのでドラゴンも2つすでに先に戦後ゲーミングが抑えてますから、まあ、よりゲームを伸ばしやすくなるサイオンやあとはカイサのパワースパイクといったところを我慢できるというような形になっていた可能性は、まあ、非常に高かっただけにオーシャンソウルですからね今回そうなんですよねしかもサイオンがより不沈感になるような、うん、そういったイメージが湧きますからオーシャンソウルが取れると本当に戦後ゲーミングは、まあ、勝利を手繰り寄せるようなそういったオブジェクトになってると思いますねあとここまでメグミンのサイラス見ていかがですか3キル1デッド4アシストですけれども連戦こそ苦しんでいましたがこうチーム全体が戦うというタイミングに常にいるんですよねメグミン選手が、うん、そこが効いてるのかなと思いますね連戦うまくやり過ごしながらシンドラをあまり動かさずにああ確かにサイドレーンに対してラムネ選手が動けるような形は常についていくような形を作って遅れてでもいいのでついていっているといったところは本当に大きいと思いますねやはりボットのアクションに対してサイラスが介入できていたというところが大きいと思いますね、はい、あれでかなりめぐみ選手は楽になったと思いますねさあその上でここからの展開、まあ、次のドラゴンがここからまあアクシズとしてはドラゴンを取ってということですけれどもまだタワーも、ね、お互いそこまで、破壊できていない状況ですからね今現在だとボットサイドのタワーを破壊しているのがアクシズということになってますからうん、まあ、ちょっとタワーの破壊するレンジオートアタックするレンジというのが戦後ゲーム全体的に、短いので、はい、そうですね、エンゲージされやすくなってしまうんですよねタワー破壊しようとするとですから戦後ゲーミングとしては集団戦勝ってからタワーを破壊するもしくはバロン取ってから破壊するというような手段しかないですねさあそして、戻ってまいりましたね、改めて1キルを取ったのがアクシズということになりますさあそしてミッドレーンにリフトヘラルドを召喚しそのままドラゴンへいや宙に舞ったエンティが一瞬カメラでチラッと映りましたけれどもまあ正常に動けてそうですねはい良かったですね問題はないよということなんでしょうドラゴン獲得したのはアクシズですあーグインソーが歯にできました2コアですこれはたださすがに強いですねこれかなり早いですよねかなり早いですね18分50秒ちなみにセナのパワースパイクっていつなんですかんー、まあ、できればその、んーその魂が60サックできると理想ですけど今ちょっと遅いので、まあ、40スタックでラピッドファイヤーカノンまで完成すると完全にパワースパイク迎えると言えると思いますね今現在35ですね魂、まあ、40は順当にいきそうなそうです、ね、3コア目には多分60ありますね、うん、それになると本当に強力だと思いますねたださすがにここまでそのアイテム先行しているので、はい、もうすでに十分強いと思いますねいかにパズがこれソンメール買っててもちょっと苦しいうーんたださすがに 3,4 を溶かしきるまでには相当時間がかかると思いますねですからむしろアルティメットによる味方のバックライン飛び込む形への援護の能力がかなり高くなっていますからラムネ選手やガンゴ選手が集団戦相手にいい形で入られてしまうと生き残れるかどうかギリギリという形になっていると思いますね、まあ、なんでしょう前戦ってそのリフトヘラルド周辺のファイトのようにガンゴがフリーでいつでもこうハニーにバンボイワン仕掛けるような状況だったら可能性はありそうですけどそうですねいやちょっともうアイノも削れないですねパズをあのソンメールによって与えるダメージよりも受けるダメージの方が大きくなってますねああこれは苦しいアイノプレートももうすでにできてますから常に頭を押さえられているような、レーニングですさあミッドの主導権の奪い合いトップレーンではタワーが戦国ゲーミングかなり体力はないですがここはラムネがレーン主導権を握っています
ここのところで、ただサイドレーンに対して両 AD キャリーが介入できるんですよね。ガンゴ選手もハニー選手もアルティメットが非常にスキルレンジが長いので、サイドガンクといったところを両チームともある程度は考えていると思います。特にアクシズなんかはフォーレス選手のノクターンによるガンクプラスミッドレーンからのハニー選手のアルティメットの援護ですね。そこのタイミングというのはかなり隙を伺っているような展開が続きますね。ちょっとじゃあ戦国ゲーミングの方がやっぱり今やりづらい時間、そうですね、かなりやりづらいと思います。特にダムネ選手がやりづらく感じていると思いますね。メグミン選手はミッドのファーストタワー、トップのファーストタワー自分たちよりも前に押し込んでいると、一方でラムネ選手は受け身に回ってタワー下からもっと下がっているポジションを維持してますから、ああ本当ですね。もうここはクラッシュのカバー、これは本当にホグレッツ選手とハニー選手のグローバルアルティメットスキルのプレッシャーですね。まあもうストップウォッチも壊れていますから、なんとしてもゾニャを使ってこのプレッシャーを跳ねのけたいところではあります。ただゾニャさえ完成すればもう少し前めのポジション取れるので、まあ、ここは単純にラムネ選手が、まあ、我慢する時間になっていると、うん、そしてバロンのプレッシャーもちょっとアクシズは気にし始めているようです。ちょっとガンゴ選手のコレクターがまだ遠、できましたね。はい、できましたね。今リコールに入ってちょうど完成しましたが、ただハニーのビルドがもうすでにジールに入っています。まあ、ただドラゴンファイト40秒後になりますね。ドラゴン側の視界は戦国ゲーミングが有利、取れば戦国ゲーミング3つ目ですから当然ファイトを狙うでしょう。メグミンはテレポートが上がっています。サモナースペルでクールダウンの選手はいません。もうレムン選手もうレベル14になって十分戦えるような装備になってますね。怖いって2つありますし、早めにテレポート使用しました、めぐみ。ただドラゴン裏に視界が取れているのは戦国サイド、アクシズは後から入るような形になります。ここでパズも合流、もう迎え撃つ形ですね。さあ通路を封鎖したい戦国ゲーミング、いやまずはミッドの主導権。うわパズ強引だが全くダメージを受けません。ただそれを見てフラッシンからのネモの仕掛け、パラノイアからのワンオンコンボを決まることができるんでしょうか。いやエンティはうまく下がれた、ガンゴも下がれたが、もう体力がほとんどありません。うまくここはラムネのスタンでディセンゲージをかましますが、この後ダメージを出せるプレイヤーがいない。1ストレード、パズもかなり耐えましたが、ガンゴがダメージは出せる環境ではありませんでした。ただ体力、いやこれセナの回復というのは十分ありますが、さあクラッシュは体力があります。アイノも体力がある。ただ人数的にドラゴン前に有利の人数を追いけているのはアクシズ。ただ戦国ゲーミングうまく時間を稼いでいます。そうですね、これしかも視界のコントロールも取れてますから見えてますね。さあもう一度体を隠しているのはアクシズサイド。戦国ゲーミング 4人のグループアップできた。アイノが裏を取る動きですが、コロコロのタレでバレます。さあドラゴンに座ったの戦国ゲーミング、アイノがあーっと目の前、いや見えてたはずなのにガンゴ無警戒でした。またしてもキャリーがいない集団戦になります。ドラゴンは気合で取ったぞクラッシュ。さあその後の集団戦、いやパスが強いぞ。ドラゴンピット内を入り口封鎖してましたが、それでもクラッシュがダブルキル、3キル獲得したのはアクシズ、いや4キルですね、4キル獲得したのはアクシズです。ドラゴンのスタック数のアドバンテージを戦国ゲーミングがなんとか維持しましたが、これはちょっと気になりますね。ガンゴ選手が倒されてしまいましたし、見えてましたよね、見えてなかったですかね、ひょっとしたら。いや見えてはなかったですね。ただコロコロのタンで警戒していたので、ずっとそこの意識はあるのかなと思っていたんですけどね。ああ映ってない、これはもうチーム全体としてアイノ選手のことを全く想定してなかったですね。ただやはり、まあ、ザイオンはどうしようもないですね。そうですね、ただそれ以外倒せばいいや状態になってますね。そうですね、やはりもうこれすでに
54スタック55スタックラビットファイヤーカノンも完成、届いちゃいますね、ラムネ選手やガンゴ選手に。ええ、いやでもこれオーシャンブレイクを取ったらパズがデッドしないのではっていう、そうなりますね、カイクトガイも全く詰めているわけでもないですから、オーシャンソウルのファイトはかなり重要になりますね。4000ゴールドよりなのはアクシス、あとはマップのプレッシャーでどれだけポジションを取れるかにもよりますが、いや、やはりエースが速いセナちょっと違和感ありますね。そうですね、 0.1 上がっただけでこんなに速くなるんですね。反映率が上がるとこう相当大きいですね。おっと、ホグレット、ラムネに対して 1v1 ゾニアがただありますが、当然しよう、まあなければ確かにキルラインでした。こういったところでプレッシャーをかけ続けていってサイドのウェブのコントロールを握りたいと、やはりそのボットサイドのパズ選手 VS 相野選手のところで相野選手が勝てないので、メグミン選手 VS ラムネ選手のところで勝ってもらおうというようなマッププレッシャーを作り出す動きですね。おっとこれは、おっと相野スライスアンドダイスがさすがに残ってますから、そうですね、パスとしてもちょっとやりづらそうですね。 1v1 は勝てるんだけど 1v1 継続してやってもらえないみたいな、さらにはノクターンによるミッドレーンのエンゲージのことも考えられるので、こう長いことサイドレーンで 1v1 に集中しているわけにもいかないというところだと思いますね。非常にまあここまでのところアクシズからの仕掛けの精度が非常に高いので、どうしてもそこを警戒せざるを得ないというような展開が SG は続いてますね。いや、ただエンディがソラリを選択しましたよ。おお、これでハニー選手のアルティメットの AOE ダメージというのをある程度経験できますね。あとはホーレットの仕掛けに対しても、まあ、気持ち程度ではありますけれども守ることができると。おっと、に行くようですよ。アイの VS パズ硬いんですが、そこにパラノイア、ちょっとツモーシンはボディーブロックしてなくなった。そこからのフリー、ただダメージが硬すぎませんか。普通に歩いてパズは下がっていく。何回殴る、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 まだ足りない、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 足りない、悠々と、そして堂々と生還です。ちょっともったいないシーンがあるとすれば、ホグレッツ選手のフィアーと愛の選手のダブルのスタンがちょっと被ってしまったシーンはありましたけど、ただやはりにしても硬いですね。ああ、でも60スタックハニー行きましたね。行きましたね。これで射程もまあラムネ選手やガンゴ選手に対してかなりアドバンテージを握るという展開になりますね。こうなるとガンゴがこう裏に入ってアルティメットで 1v1 なんてしても、ひょっとしたらハニーが勝つ可能性もあると。十分ありえますね。まあ、ただまあ、カイサのレンジまで飛び込めれば全く問題はないですけど、睨み合いの状況というのがかなり苦しくなりますね。なるほど。いかにハニー選手に、まあ、カイサのマークをつけるかという点ですよね。ですから、まあ、ガンゴ選手の W の精度であったり、あとはパズ選手、エンティ選手の CC というのも重要になってきますね。おお、バック TV。さあパラノイア、またテレポート位置を隠して、もちろん狙いはガンゴ。さあアイノが綺麗に入って、さらにフリーもつながった。ここはストップウォッチで時間を稼ぎますが、もう体力が残りミリ、フラッシュアウトがなんとか間に合いましたが、当然アイノフラッシュインで追撃。メグミンがキルを取ってダブルキル獲得、ラムネもフラッシュアウトですが、そのラムネも取ってトリプルキル獲得したのはメグミン。パワーダイブもして、いくら肩からと5人で殴れば問題ない、合計4キル獲得アクシズです。しっかりとパズ選手を無視しましたね、素晴らしいですね。地形によって戦後ゲーミングが2人と3人に分かれたところを逃さずに、あの選手のテレポートからのエンゲージ、さらにしっかりとホグレス選手を改めて合わせて、戦後ゲーミングサイドに対して視界のアドバンテージ渡さないように動いてましたね。お、ただこれスティール狙いますよ、クラッシュ選手。その道を封鎖しようとしているのか、ネモ間に合うか、間に合わない、取れていればというシーンではありましたが、さあそしてバロンも獲得です。アクシズ一気に有利を築きました。かなりクレバーな戦い方でしたね。こう地形によって少し分断されるポジションをすぐさま狙っていくと、完全に先手取り切りましたね。
さらにはサイラスがノーチアスから奪ったアルティメットがとんでもないダメージになってました。隠れてサイオンが Q 振ってるんですけど、それすらもノックアップされてましたね。いや強力ですね。まあ、パツ選手としてはこういった形でミッドの4人がエンゲージされるかもしれないというのを警戒して頻繁にミッドに合流してたんですけど、だからこそアクシズはここまでそういったうまい形でエンゲージがミッドにできなかったんですが、ようやくそこの警戒を突破してエンゲージできましたね。さあこれでバロンバフがあります。ダメージ、おお、ハニー、まあでもこれほとんど多分サイオンへのダメージ、まあ、ただ柔らかい対象も殴れてましたから、まあ確かにそうですね、半々、ただ3000分くらいはいやそれでも6000は相当出てますね。これ相当出てますね。この試合の DPS ハニー選手すごいことになってるんじゃないですか。あ、もうドミニクリガードも完成。アイノに仕掛けるはず、ワンボイワン、ちょっと不毛心からパラノイヤでカウンター返されて、ああ戦国これは陣形が取れません。前に出ることができない。そして裏を取ろうとしていたクラッシュに対していったのはホグレット。そして 4v4 のファイトにはなりますが、やはり硬いのはアクシズ。アイノは一旦下がる。ラムネの闇の波動から追撃はしないようです。戦国ゲーミング一旦下がります。やはり敵のバックラインに飛び込める構成ではないとアクシズ有利作っていても勝ちにいけないですが、いや射程が長い。ちょっとこれミニオンも触るの怖いですね。タワー下で怖いですね。ミニオンを利用して Q のハラスといったところが相当警戒しなければなりませんから。さあ2レーン押し上げていますアクシズ。いやなんなら3レーンになりそうです。まずもう一度ちょっと不毛心で、もう2当たらない。ハニーはもう遠くへ逃げました。パズがなんとかネモを捕まえて、そこにガンゴが反応。1キル獲得したのは戦国ゲーミング。なんとかキルを拾いましたが、インキュビタータワー獲得したのはアクシズです。サヨンがテレポートしますね後ろから。ただアルティメットはない。アイノがちょっと逃げ道を悩んでいますが、パラノイア分断したところ、戦国ゲーミング狙われるのはもちろんガンゴ。なんとか逃げようとしますが、さパズの守りも間に合わず、ハニーのダメージがそしてとてつもないことになっています。よく今瞬間的にターゲット切り替えてコントロールに移ったガンゴ選手切り替えましたね。素晴らしいですね。あとは見逃せないんですが、そのリリアのアルティメット3人眠っているところに対して3人パズ選手が打ち上げられるという状況だったんですが、しっかりとアイノ選手がダブルのスタンで止めてましたね。さあハニーをなんとかパズが倒そうと狙ってはいますが、当然そこを守りますアクシズ。そしてメグミもワンボイワンでラムネに勝てます。これでエース獲得したのはアクシズ。エンドゲームはただないようです。リプレイです。ここでミッド仕掛けていって、まあ、W で避けたネモ選手、足がやはりレール遅くなりますから、しっかりと、まあ、通っていくと。ここでカイサーのアルティメット使ってるんですよね、ええ、これでガンゴ選手が一つ自宣言する手段がなくなっていると。ボットのテレポートの中でこのコントロールワードに移ったところすぐさまでしたね。でここからクラッシュ選手が3人眠らせてるんですよ。でここに Q を飛び打てそうだったんですが、しっかりと相野選手がパズ選手の Q の位置を止めてましたし、ハニー選手はリリアを長射程で抑えてましたね。さあ1万ゴールド有利を築きましたアクシズ。そしてドラゴンバレ残り30秒、確実に取ってから攻めますかね。そうですね、ここまでのアクシズの戦い方を見るとオブジェクトへの優先順位本当に高いチームですから、まずはしっかりと抑えていく形になると思います。相手がもしクラウドソウル、オーシャンソウルのリーチがかかっていなければ、駆け引きの手段としてドラゴンを渡すけどネクサス狙うよみたいなことあったかもしれませんけども、リーチかかっている相手にそれをするのは失敗した時のリスクが高いので、まあ、確実にドラゴンを抑えるかなと思いますね。一応トップレーンには大量のピンがアクシズが出ていますけれども、そうですね、通路をカットして確実にまずはドラゴン取りに行きます。ただやはりあまりそこに時間はかけないようですね。さあミッド、そしてボットのインキュビターを破壊していますアクシズ。これでドラゴン獲得3つ目となります。パズがうまく隠れた。これを起点にできるか。めぐみにノックアップが入った。スローも入った。
ただパロノイアで返されますが、ちょっと相撲心でハニーにいいダメージを与えたパズ。1人と2人分の活躍かと思いきや、パラノイアはボットレーンのラムネを狙うよ。いやさらにはネモーのアルティメットは4人に入っている。全く身動き取れません。ランゴはなんとかフラッシュアウト、アイノにフォーカスを集めてはいますが、アイノかなり硬い。そしてダメージを出していくのはハニー、とんでもないダメージだ。ホグレットがここで合流、なんとかクラッシュが体を入れて逃げ道を作ります。ただすでに2キル獲得しています。アクシズ 5V3 の状況です。もう一度前へ。めぐみガンゴかなり隙を避けながら、さあ残りネクサスタワーは1本、フラッシュイン。いやもうハニーがパワースパイクを迎えています。レンジが届かない、後ろに行くことができない。ネクサスを破壊し、そのまま勝利したのはアクシスとなりました。いやこれは素晴らしい勝利でしたね。ドラフトのところで相手がサヨン選択してちょっと難しい展開になるかなとも思ったんですが、要所要所でもそのめぐみん選手の寄りから、さらにホグレツ選手とあとは、ネモ選手、この2人のアルティメットの使い方で常にそのいい形でエンゲージできていた。戦国ゲーミングサイドにテンポを取らせなかったというのは本当に素晴らしかったですね。テレポート潰したと、これは素晴らしいですね。やはりノクターンの E の CC というのは発動が遅い分だけ、テレポートが速度に消えなかった、なのでゾーニャが発動できなかったというところも大きかったですね。あとやっぱりセナのそのドミニクリガードできた時のダメージとんでもなかったですね。最後に300とか入ってましたね、一発。かなり硬いビルドになってたんですけど、やはりそういったところでしっかりとそのサヨンがもう強いとなったらサヨンを無視する形の集団戦の形というのをずっと狙っていて、そこを成功させたこと、でドミニクリガードができてからはフロントから叩いても問題ないよといったところで戦い方を切り替えていること、そういったところは本当に素晴らしかったですね。でも何よりもこのゲームの内容にするにあたって一番すごかったなと思うのって、結局ドラフトの最後の2ピックをアクシズが切り替えた点ですよね。マイラスノクターンに切り替えた、もともとそういう構成狙ってたのかもしれないですけど、サイラスをブラインドピックで出すというのは難しいというか、かなり難しいドラフトのやり方だと思うので、それを準備してただけでも本当にすごいですし、今回のめぐみ選手のパフォーマンス素晴らしかったですね。集団戦のところで暴れに暴れてましたから、本当に優れてましたね。さあそれでは勝利したアクシズよりハニー選手のインタビューがございます。下月さんお願いいたします。はい、こちらにはアクシズから、ハニー選手のインタビュー、ハニー選手にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日勝利で終えましたが、今シーズン早くも3勝目となりました。いかがでしたか？오늘승리로끝냈고요그일찌감찌이번시즌3승까지먹었어요기분이어떠세요일단사실저희팀이처음에는다들약팀이라생각을많이했는데제가봐도저희팀많이노력하고있고해가지고일단처음에3승잘하는팀상대로이겨서다기분좋은것같습니다うちの팀はちょっとどちらかというとこう弱いというか下位チームというふうに見られてたかと思うんですけれども、僕から見てもうちのチームの選手たちすごく努力してるんですね。で結構早い段階でうまいチームに勝利することができてよかったと思います。ありがとうございます。それでは勝さんお願いいたします。それまず非常に調子のいいアクシズだと思うんですが、今日すごく意外だったのがノクターンと、それからセナを取ってトップサイドのゲーム作りをした、これが先週からすごく変わったなと思ったんですが、この戦略をなんか使った理由とかあったりしたんでしょうか？アクシズが요즘그상황이좋은것같은데의외였던게그넉턴을픽해가지고약간그지난주하고달리그탑중심으로게임을한것같은데뭐어떤그변화가있었나요？일단스크린과정에서일단챔피언연습을굉장히많이했었는데솔직히이제녹턴같은경우에는이제저희가연습을따로하진않았어요
세나 같은 경우도 연습을 조금 했고 근데 이제 코치님이 이제 경기 시작 전에 뱀핑 얘기를 하시는데 뭔가 세나랑 녹턴이랑 레넥톤 하면은 조합이 좋을 것 같다라고 추천을 해주셔가지고 하게 된 것 같아요. まあ、あのスクリームでいろんなジャンプを練習 してたんですけれどもノクターンの練習っていうのはそんなにしてなかったんですね、まあ、セナはちょっとしてたんですけど、ただあのコーチが、バンピックの前にですね、まあ、あのノクターン、レネクトン、セナこの辺りのピックがいいんじゃないかということでピックしました。なるほど、コーチの、まあ、アドバイスがあってというところで面白いですね。あとそのセナの話なんですが、カイサを渡してセナを取ったハニー選手の中での そのセナの評価っていうのはどうなんでしょう。카이사를그렇다면은그양보해가지고세나를픽했는데그세나평가는어떻게되세요?어저세나가선픽하기에는조금어려울수있는데카이사상대로는세나가전예전부터이제좋다고생각을해서조금이제연습을해왔었고마침이제상대팀이이제카이사를먼저선픽을해줘가지고세나를하게된거예요。まあ、セナの先ピック、セナは先ピックがちょっとしづらいかなというふうに思ってるんですけれども、カイサー相手にはあの以前からいいなと思って練習していたので、今回あのちょうど相手がピックしてきたので、いいかなと思いました。なるほど、ありがとうございます。あとはそのハニー選手本人のそのパフォーマンスについてなんですけれど、まあ、かなりキャスター陣からも非常にいい安定感もあるし、シューラスの動きもいいというその評価を得てるんですが、自分ではどう思ってますか。그렇다면그허니선수본인의경기력에대해서그캐스터분들도그안정감이있고좋다는평가를많이들하고있는데요네네본인평가는어떻게되세요?확실히작년보다는뭔가되게대회때잘되는것같아서일단기분은좋은데어쨌든저도실수를꽤많이해가지고실수를이제앞으로좀고쳐나가야될것같아요。まあ、あの去年よりは確実に良くなっているかなというふうに思うので自分でも気分はいいんですけれどもただミスはちょっと多いので、これからその点は直していかなきゃいけないなというふうに思っています。なるほど、良くなりつつもストイックにということですね。ありがとうございます。勝さんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと私の方からはコミュニケーション面のお話を聞きたいと思うんですけれども、シーズンが始まる前の別のインタビューでサポートのネモ選手がまだこうハニー選手との日本語のコミュニケーションがまだちょっと難しいという話をされてたんですけれども、今ウィーク3まで来て日本語の勉強の進み具合いかがですか。그렇다면저는요그커뮤니케이션면에대한질문을하고싶은데요네네시즌시작하기전에그네모선수가다른인터뷰를통해서그아직까지는그허니선수와의그일본어커뮤니케이션약간좀어려움을겪고있다라는있었는데요네이제그위3까지왔는데요즘그일본어그공부는어떻게되시나요?일단게임용어같은경우에는솔직히제가말하지못하더라도어느정도는이제알아들을수있고그이제라인전에서이제말하는거는기본적인용어는저도할수있는데일상생활단어는힘듭니다。힘들어요?네네힘들어요。아네알겠습니다。まあ、とりあえずゲーム用語に関しては、自分で話すことはできなくても聞き取ることは割とできていて基本的な用語については大丈夫だと思います。ただ日常生活においてはちょっと難しいですね。そうなんですよ、まあ、でもその基本的な用語だけでも聞き取りはできているというかでもかなり連携も取れてきているのでそれもゲームに影響してますよね。ありがとうございます。それでは最後に本日応援してくださったファンの皆さんに一言お願いいたします。그러면오늘마지막으로그응원해주신팬분들한테한마디부탁드립니다。네네일단저희팀이아직막엄청상위권까지는아니지만그래도저희선수들그리고코치님들까지다같이열심히노력하고있으니까앞으로도좋게봐주시면감사하겠습니다。まあ、うちのチームはまだ上位権であるとは言えないんですけれども、選手はじめコーチもみんなであの一生懸命頑張っているので、応援していただけるとあのいい形で、見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。アクシズからハニー選手のインタビューでした。それでは武人さんへお返しします。はい、メアちゃんありがとうございました。さあそれでは本日の試合全部終了いたしました。まずはランキング確認してまいりましょう。どうなったんでしょうか。さあこのような順位になりましたが、さあこの順位を踏まえて
本日振り返っていきましょうかね。はい、ゆうかさん。いや本当に今シーズンの LGL は大混戦ですよね、はい、もう3勝3敗、まあ、この勝率3位っていうところのチームがこの時点で3チームいますし、はい、その一つ上の V3 スポーツも4勝ラインですからもう本当にほとんど差がない。そして多い形で福岡ソフトバンクホークスゲーミング、戦後ゲーミングと来るわけですけれども、こちらも2勝4敗、はい、まあ、さらにはこうなんていうか調子を取り戻しつつある兆しが見えてきているチームですから、ちょっとここからこうどうなってくるのか、まあ折り返しも来ますし。確かにそうですね、来週折り返しですね。より楽しみになる内容でしたね、はい。さあリクルーさんいかがでしょうか。結構こうウィーク3になって各チーム、まあ、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうことを、まあ、我々も言ってきたんですけれども、ただ、各チームしっかりと形が見えてきたなっていう中で、ちょっとバーニングコーとしては苦しんでるなという印象がある。ただ形は見えてると思うんですよね、はい、もう本当にあとはそのメンタル面の切り替えだったりとか、もう一つきっかけがあるだけでいいと思うんですよ、はい、彼らにはそのきっかけがどこにあるのかっていうところをつかむのがもう最大限のポイントになってくる。ただそれが難しいのがやっぱりこのチームゲームっていうところですから、来週はいい姿が見れるといいですね。やっぱりこう爆発したら強いっていうの分かってますからね、もう、うん、もうずっとね、あの昨シーズンもう前のシーズン振り返ってもそうでしたから、はい、楽しみですね。まあ、ウィーク4連勝するだけで全然また順位変わってきますからね。いや本当にそれだけの差しかないですから、ね、うん、そうなんですよね、どうなるのかまだまだ分からないっていうところですね。はい、ウィーク4も楽しみになってまいりました。さあ今年の LJL ではバロンパワープレイプレゼンティッドバイ日清食品が行われております。さあバロンを倒した後の3分間に獲得したゴールド量が最も多いチームへ日清食品様より商品としてカップヌードル10ケースが贈呈されるということで、さあそれではウィーク3受賞チームの発表です。バロンパワープレイプレゼンティッドバイ日清食品ウィーク3受賞チームはクレストゲーミングアクトということで、おめでとうございます。さあ獲得ゴールド数が5905ということで多いですね。すごいですよ、5900ゴールドっていったらもうそれだけでゲーム決めたって感じですよね。いや本当ですね、結構その5000ゴールド開くことって、はい、まあめったにないっていうか、もうほとんどもう勝ちみたいなもんじゃないですか、はい、それをバロンの3分間の間で起こすっていうのが本当に素晴らしいですよね。そうですね、あの試合は確かランブルを使った試合でしたね、はい、ネヒョン選手が、はい、めちゃくちゃキャリーしてましたから、はい、まあ、納得のいく試合だったのかなっていうところですね。さあ納得いくんですが、僅差でデトネーション岡住が16ゴールドという、あら僅差のところなんですよ。ちょっと右を一発殴ってればなって思いますよねそれもしかしてペンタキル分、ああれ確かじゃないですか。確かにあれバロンで汚れましたもんね。そうなんですね、あそこだったのかもしれないという あれが運命の分かれ道。はい、さあここのねバロンパワープレーもこれ熱いですから、ここも皆さん注目してくださいということでございます。さあ受賞したクレストゲーミングアクトおめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてこれ面白くなってまいりました、ウィーク4次回のスケジュールこちらとなっております。さあこのようなスケジュール、こちらの8試合の模様は2月13日土曜日13時よりお送りいたします。さあ家川さんの注目ポイントどこになるでしょうかね。まあ、まず一つ言えることとして、はい、まあ、来週から折り返し、つまりはその2週目の戦いっていうところが各チーム見られるようになってきますね、うん、例えば、デトネーションフォーカス見たバーニングコア、はい、まあ、本当にまさに本日あった試合ですよね。これがもうすぐやってくるわけですし、来週すぐあるんですね、はい、まあ、戦後ゲーミング対アクシズの試合もそうですよね、まあ、ですからその今日の試合からこう振り返っていって修正をしてっていうところがよりこう如実に反映されるような試合になってくるのかなと思うので。なるほど、連戦なわけですもんね、はい、はい、まあ、ですからその各チームの対策っていうところもこう見ながら、あとはそのパッチに対してどのように適応してくるか、結構今日の試合を見ているとノクターンジャングルが少しメタになりつつあるのかな、この LGL 上ではメタになりつつあるのかなっていうところもありましたから、そういったピックっていうところにも気を使って見ていきたいですね。ノクターンジャングル、はい、さあリクルーさんいかがでしょうか。まあ、僕からするとやっぱりバーニングコーがいつ爆発するのかなっていう、もうやっぱり爆発力高いチームですから、はい、っていうのもありますけど、結構 V3 スポーツに注目してますね。というのもここまでのところで結構戦国ゲーミングだったり SHG だったり、ラスカルデスさんもそうですかね、結構その今週になって
改善ポイントというかより良くなったチームがたくさんいた中でちょっと V3 スポーツとしては良かったところが少しつまずいてしまったっていうようなウィークにもなりましたから、また来週どのように立て直してくるのか、ウィーク1からウィーク2の立て直しの見事なものといったらもう V3 スポーツの他になかったですから、まあここはちょっと注目して見ていきたいですね。注目ポイントということでございます。皆様お楽しみに。いや僕ね今日勝敗予想がね2試合しか当たってないんで、いやちょっと今の部分をもうちょっとたっぷり聞きたいですね。で自分の予想に反映したい。これ本当に申し訳ないんですけど、はい、当たるわけがないんですよ。いやそうですよね、本当難しすぎる。うん、今週が難しすぎます。めちゃくちゃ難しい。はい、でやっぱりその11の試合がチームが結構多いじゃないですか。勝ったり負けたりっていうところで、はい、まあ、調子とか戦略が全然我々からも読み切れてない部分が多いんですよね。なるほど。キャスター陣も読み切れてないということは、これ見てる皆さんも一緒にね勝敗予想して、この LJ を盛り上げてくれればという、そのぐらい楽しいですからね。いや本当にそうですよね。ぜひ皆さんもね勝敗予想してみてください。さあということで本日は以上となりますが、皆様本日も長時間ありがとうございました。さあ次回は2月13日土曜日13時からお会いしましょう。皆様本日もどうもありがとうございました。さようなら。ホグレットが向かう。さあ当然フック、ただパラノイアから仕掛けていく 1v1 の勝負ではありますが、ここはフラッシュアウトしたのはクラッシュ。さあその後の集団戦、なんとリフトヘラルドスティール成功。アクシーズ瞳を拾った、ただ子守歌が入ってフラッシーン。いやーパズナアルティメットでノックアップ、ファーストブラッド獲得はガンゴです。さあボットの仕掛け、コロコロの種当たらず、パラノイアでホグレットすぐさまカウンター、フィアが入って合わせていくのはネモ、ノックアップが入って全くエンティ動けないが、それでも耐えようとしています。なんとかダメージが入って、ハニーに1キロ獲得、1ストレートになっていて、裏に入っていくのはガンゴ、ホグレットにフォーカスを合わせてはいますが、すぐさまカバーしたのはメグミン、ダブルキル獲得したのはハニーです。ラムネがフラッシングオートアタックでなんとか1キル回収成功。フラッシュはゾーネを使いますが、これで合計でキル獲得はアクシズ3キル。アイロが、あーっと目の前、いや見えてたはずなのにガンゴ無警戒でした。またしてもキャリーがいない集団戦になります。ドラゴンは気合で取ったぞクラッシュ。さあその後の集団戦、いやパズが強いぞ。ドラゴンピット内を入り口封鎖してましたが、それでもクラッシュがダブルキル。あとはパズ選手、エンティ選手の CC というのも重要になってますね。おバックティビー。さあパラノイア、またテレポート位置を隠して、もちろん狙いはガンゴ。さあアイノが綺麗に入って、さらにフリーもつながった。ここはストップウォッチで時間を稼ぎますが、もう体力が残り2ミリ、フラッシュアウトがなんとか間に合いましたが、当然アイノフラッシュインで追撃。メグミンがキルを取ってダブルキル獲得、ラムネもフラッシュアウトですが、そのラムネも取ってトリプルキル獲得したのはメグミン。パワーダイブもして、いくらカタカナと5人で殴れば問題ない、合計4キル獲得アクシズです。ただアルティメットはない、アイノがちょっと逃げ道を悩んでいますが、パラノイア分断したところ、戦国ゲーミング狙われるのはもちろんガンゴ、なんとか逃げようとしますが、さパズの守りも間に合わず。あとは見逃せないんですが、そのリリアのアルティメット3人眠っているところに対して3人パズ選手が打ち上げられるという状況だったんですが、しっかりとアイノ選手がダブルのスタンで止めてましたね。ハニーをなんとかパズが倒そうと狙ってはいますが、当然そこを守りますアクシズ。そしてメグミもワンボイワンでラムネに勝てます。これでエース獲得したのはアクシズ。これを起点にできるか、メグミにノックアップが入った。
スローも入った。ただパラノイアで返されますが、ちょっとスモーシンでハニーにダメージを与えたパズ。1人と2人分の活躍かと思いきや、パラノイアはボットレーンのラムネを狙うよ。いやさらにはネモーのアルティメットは4人に入っている。全く見かけ取れません。ガンゴがなんとかフラッシュアウト。アイノにフォーカスを集めてはいますが、アイノかなり硬い。そしてダメージを出していくのはハニー。とんでもないダメージだ。もう一度前へめぐみ。ガンゴかなり隙を避けながら、さあ残りネクサスタワーは1本。フラッシュイン。いやもうハニーがパワースパイクを迎えています。レンジが届かない。後ろに行くことができない。ネクサスを破壊し、そのまま勝利したのはアクシスとなりました。